ジャック・ジョンソンはアメリカ合衆国ハワイ州オアフ島出身の男性ミュージシャンシンガーソングライター。また、サーファー、映画監督、実業家、プロデューサーとしても活動。アコースティックギターを中心としたオーガニックでリラックスした空気感のサウンドが特徴。ミュージシャンやサーファー界など多方面から評価を受け、サーフシーンの第一人者として認知されている。世界一危険で、 美しい波が立つハワイ州オアフ島のオスショアのパイプラインから目と鼻の先の距離に生まれ育つ。少年期をハワイの海とサーフィンの中に過ごし、高校生の頃にはプロサーファー契約を交わすまでになっていた。しかし17歳の時、サーフィン中に大怪我を負う事故を経験したのを契機に、それまでは趣味の一つであった音楽や映像といった創作分野に傾倒していく。 その後、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア、サンタバーバラで映像を専攻。卒業後に、親友で、トッププロサーファーのケディ・スレーターらサーフィン仲間を、被写体に撮った、サーフフィルム、シッカー、ザング・ウォーター、セプテンバー・セッションズを制作。リアルサーフスタイルと高い評価を受けたその作品の中でも、特に評判だったのが、ジャックが自作した劇中の BGM であった。 ジャックと共に映像制作をしていたカメラマンのスコットソー・エンズなる人物の紹介でジャックと知り合ったジーラブは彼の音楽的才能に着目し自身のアルバムフィラデルホニックにジャック制作の楽曲ロデオクラウンズを収録するなどミュージシャンとしてのジャックの存在が注目されるようになるこのロデオクラウンズはベン・ハーパーのマネージャーの耳に留まりベンの経営する インディレイベルから CD デビューする運びとなった。そこから2001年に発表したファーストアルバムブラッシュファイアーフェアリーテイルズはインディーズでのリリースながら口コミで評判が広がり、翌年にはメジャーのユニバーサルレコードより再リリースされ、全米でミリオンセールスの大ヒットを記録する。2003年にはビースティボーイズなどを手掛けたマリオ・カルダート・ジュニアをプロデューサーに迎え、 ハワイでレコーディングされたセカンドアルバムオンオンを自身が立ち上げたレーベルブラッシュファイアーレコーズから発表。初登場で全米3位にチャートイン。同年9月にはアサギリジャム出演で初来日し同時に行った単独公演は即完売の盛況ぶりで、すでに日本においても高い人気を獲得していた。翌2003年以降からは、 同じくサーファーでミュージシャンである、ドノバン・フランケン・レーターのデビュー作をプロデュースし、ブラッシュファイアーレコーズに G ラブを迎え入れ、また、環境団体、コクアハワイファウンデーションを設立するなど、多方面でマルチな才能を発揮するようになる。さらに、フジロックフェスティバル04には、フィールド・オブ・ヘブンの鳥で出演し、ベン・ハーパー、ドノバン・フランケン・レーターをゲストで招いて共演した。 2005年に発表したサードアルバム、インビトゥインドリームスはアメリカのみならずイギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドといった英語圏全体でも大ヒットし、世界的な評価を獲得する。以降、およそ2年おきのペースでリリースを続けており、2006年には絵本、ヒトマネコザルの映画音楽を手掛け、そのサントラである、シングアロングララバイズフォーザフィルム、 キュリアス・ジョージを2008年にはソーラー発電を動力にしてレコーディングしたフォースアルバムスリープ・スルー・ザ・スタティックそして2010年の5作目トゥ・ザ・シーまで全てにおいて全米1位及び英語チャートでも首位を獲得するなどのきなみ高成績を記録している2011年の来日では初めての武道館公演を含む大規模な日本ツアーが企画されたものの ツアー2日目の3月11日に発生した東日本大震災を受けて翌日からの公演がすべてキャンセルとなった。14日には被災地である仙台公演が予定されていたこともあってジャックの反応は早く地震から1週間のわずかな間に被災地救援の義援金として総額5万ドルの寄付を行ったことが報じられた。ジャック・ジョンソン終わりなき夢の波間に ありがとうございます。